はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングシフ編ですね。グレートピットアーディリスの元に来ました。今回はアーディリス倒していきます。戦いに来た、それだけだ。バカな真似かどうか、それはこちらの実力を見て判断するんだな。アディリスはね、アディリスヘッドがいるんで、ちょっと全体攻撃をやっていきたいと思います。これアイスソード吹雪があるんだけどさ、こうやって知力依存なのかな。なんかアイスソード装備すると知力マジでめちゃくちゃ下がるんだよね。まあいいや、ちょっとやってみよう。やるだけでサイコブラストでしょ。でバーバラはこのためにウコムの矛信頼を使います。でアロレインでジャーミル第一の剣デブ剣使うか LP2、 まあいいや、初手は全力でいこう。全力全体攻撃600、500、600か。アロレイン1000いくね。ルベキ弱っ。700当たったやつは700当たったか。やべっつえ、周りをいかに早く排除できるかだな。人雷どう。あ、まあ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 、結構あれか、本体がそんなに当たってないのか。いやこれやっぱ数の暴力だもんな、こいつ死んだ。まあ毒ってるから蘇らせるか。蘇らせて毒も解除するっていう。ここはねちょっと主婦ダメだ、吹雪が役に立たない。LP は使いたくなくて、回復もさせたいからちょっと切り返して、アンディセットまだ全員来てんな。ムーンライトヒールでジャミルだな。で陣雷はもう一回使おう。でアイシャもちょっと回復に回す。今回癒しの水でちょっとアルベルト死んだら話にならないんで、アルベルトを回復させる。回復役2人3人は必要になるケースがあるね。今2人しかいないからスネークファイト。おお、ミス、いいね。2回ともミスってるよ。切り返し、アイスソードがほんと微妙なんだよ、思ってたより。まだ倒せないか。ブレスだいたい1人100でしょ。でアディリスヘッド4体か、合計で400くらいのダメージは確保しないといけない。シフ80だったらまだいけんな。ちょっとアイシャがまずいかな。だよね。ってわけで、ちょっと劉備返しで、せめてアディリスヘッド A とかは倒したいんですけど。でバーバラもちょっとまずいよね。バーバラも陣雷が打てねえ。でそうするとガーナルソードがね、なんもないんだよな。全体が長剣は確かもう全体がないんで、じゃあどうするって言われたら、応急手当とかってさ、ゼロか。あの EP は1使うけど。でアイシャ回復させて、ジャミル大丈夫、シフ一旦回復させて、なんか防御しててもいい気がするけど、まあいいや。でバーバラで演武が使えないとなると、うん、また EP 回復回だな。高速好きでちょっと1体だけでも減らしたい。応急ってやって、これが何50だからな、なんか強くなんないのかな。これ200くらい食らうか。全部で ちょっとジャミルがまずいな。毒で最悪死ぬ可能性がある。あ、これおお、シールドナイスだ。だから盾はいいんだよ。死んだ。まあいい、よし一体。これ次陣内で倒せるかな。周りは、周りさえ倒しちゃえばね多分大丈夫だから、もうアディリスに照準を絞る。でバーバラ頼む、ウコムの保護、このためにマジでこのために取ってきてよかった。ちょっとここはもうアロレインで、これで絶対倒せる。陣内で多分倒せるけど、うわ、アイシャ食らうな。アロレイン打っておいての、あ、大丈夫だね。まあまあまあ、ここは慎重に慎重を重ねていく。この箱としか変なのこいたな。お、なんかめった切りしてる。638
陣内いくつ当たる？500か。まあしょうがない。で愛車がまずい、払い抜けが4。ちょっと一回切り返して回復して、ムーンライトヒルちょっとこれ使ったら次使えないな。愛車でちょっとウコムの方はもう大丈夫、ガールラソードに切り替えてブラッドスパルタ打っていくか。で愛車はちょっと毒は毒でちょっとうざいからな。自分を浄化の水で大地の剣古典がいけないか。ここはちょっと一回高速突き、アルベット食らう。ちょっと防御力ないやつだと結構食らうな。ブラッドスパルタン、どうだこれ。なんかあんまりすげえ強えっていう感じはしないけど、切り返し37。いや死んだやっぱ毒で死んだわ。アイスソードこの歯落としが7か。アクセルターン10だしな。ユリガシっていくつ当たるんだ。でブラッドスパルタンが使えないとなると八つ咲きか。で癒しの水アルベルト回復でしょ。でジャミルが古典がいける。あ電光石火いけんな。電光石火しよう。ダメ、だから変幻自在を早く覚えてほしい。電光石火817。あとはもう単体だから耐えられるはず。八つ咲き、八つ咲き強い普通に。なんかブラッドスパルタン使うんだったら八つ咲きの方がコスパがいいな。弓返しが300300か。さてそこから切り返し、ダルベルトはムーンライトヒルがいけるけど、あジャミルか。ジャミルを回復させて八つ咲きの浄化の水でちゃんと直しとこう。電光石火が使えないからまたあれか、高速電光石火、高速電光石火のこのパターン。ただもう勝ちパターンには入った。全体攻撃を多分やってこないから、あとはまあ時間をかけてじっくり料理するだけ。ただそれだけの作業で、回復魔法はやっぱないと無理だね。重要。さてアイスソードの指返し、アルベルトは回復で八つ咲きで浄化でバーバラ。結局毒になっちゃうからな。アイシャが動けないで電光石火。あれフォーク大丈夫？ LP LP 的な問題。このアイシャか。アイシャ結構食らうんだよな。ちょっと中列には下げてるとはいえ防具が微妙だからね。劉備返し、ムーンライトヒール、毒でやっぱりアイシャ使っちゃうな。藤娘やるから攻撃に回したいんだけどな。どうしても大地の剣が2発連続で打てないから。2回連続で打ったら死ぬね。あ今そういえばバーバラ毒にならなくなかった。さてあとはもうひたすらこの作業の繰り返しだな。バーバラ回復させてどうする。ブラッドスパルタン結構溜まってるから、ブラッドスパルタンの方全体的な攻撃力は強いよね。コスパ的な問題だとあれだけど。で影矢、影矢って威力が強いの？どうなんだ。プラズマショットかな。でもやっぱり収束ありだな。あってプラズマショットだな。ちょっと他の技のダメージがわからん。電光石火、ただ四天王はやっぱりヒットポイントはあるね。おおガードしたマジでいい。あってかリフレクトしてくれたじゃん。だからいいんですよ倒した。 OKOK。 ただ四天王イベント倒しちゃうとねジュエルがもらえるわけじゃないから、倒した時のジュエルはもらえるけどイベント報酬のジュエルってわけじゃないんで、ちょっとジュエル不足にはなっちゃうんですよね。で次のブレイブタイラントはセルフバーニングかかってるから遠距離攻撃を覚えないとちょっと面倒くさいっていう。こ
ちなんだっけ、雨雲の腕輪だっけ、もらえんの雨雲の腕輪60ジュエルか。まあまあまあ、で、あ、ここからか、めんどくさ、ちょっと待って見つかったじゃあちょっと自力で歩いて帰ります。雨雲の腕輪はあれか、防御力全然ないけど、まあ耐性があるっていう感じね。ちょっとレザーグローブ器用さ下がっちゃうんで、アイシャに装備させるか。少し下がっちゃうけど。で、プロテクターでしょ？で、チェインメールは29。で、フィールドアーモが強いんだよね。36、36。重いけど。で、アルベルトは、まあ、術メインなんで、ローブを装備させてますという感じ。プロテクターが結構あるから、また売ろう。で、そう、シフよ、シフ。シフのアイスソード。で、知力がダウンって書いてあるんだけど、これ、むちゃくちゃダウンするんだよね。知力マイナス19とかだからゼロでしょ、実質ゼロだからね今。知力11のマイナス19ってひどくない？アイスソードどんだけ、いや20下がるなこれ多分。今知力プラス1になってるから、トパーズのおかげで。これ装備してマイナス19だから、え、どうなの。吹雪ってだって知力依存じゃない、どう考えても。相性めちゃくちゃ悪いじゃん。なんでアイスソードって下がるの、そもそも知力が超謎。まあいい、売りまくったらめっちゃ金ができたんだけど。術戦士のよりってどうなの、知力精神アップさせるけど。スカーレットローブと入れ替えてみよう。あ、ちょっと見れるんだよね、装備と比べる。そういえばはそれは防御は上がるよね。あれが見たいのよ、詳細を見る。あ、これか。どれくらい知力と精神が上がるのかわかんないか、買おう。とりあえず金あるし。さて、それでアルベルトの知力、精神はいいや、知力プラス19がどこまでどうなるか。ブルーエルフもなんか強いんだよね。19か14か、結構でかいな。まあ結構でかいけど、防御力重視でいくか、せっかくだし。 OK、 メルビルからジェルトン行きたいんだけど、そりゃ怒るよねこれ。これね、もういきなりここ来ちゃって大丈夫。ブッチャーとかね、倒す必要ない。私を守るために来てくれたのか、感謝するぞ。さて、こいつを倒しましょう。初手がきついんだよね。初手ガードするのはありか。防御でどれだけ減らせられるか。まあ、BP ためにもなるし、ちょっと初手防御しとこう。全員防御。あれ、食いつく。暴風が来るんじゃないの。じゃあいいよ、全力でいく。アイスソードの何が言うんだ、アクセルターンでいいや。生命波動だな、ちょっとケチって。でガーラルソードの、まあ、ブラッドスパルタンにはなるんだよね。結局ブラッドスパルタン使うときはブラッドスパルタンで、使えないときは八つ咲きで、藤娘はまあプラズマだな。ちょっと LP 減っちゃってるけど大丈夫で、ジャーミールは、まあ、点呼せっか。おいで1100いいね。これも500じゃなくて1000くらいはいくか、まあ、1000はいかないけど1000弱です。おっ、プラズマターン波動、ちょっと待って今いくつだったわかんなかった。スティングダウンも使おう。どうなのこれ、 LP 使うってことはそれなりの火力が出るんじゃないか。ジャミルを生かすでしょ。でブラッドスパルタ、アイシャはまた回復に入ろう。ちょっとヒットポイントはかなり高く保っておきたい。電光ステーク、いけ、ミスった。来た、暴風。しかも暗闇になるんだよね。ジャミルが暗闇になってんな。スイッチバーク791で、バーバラはこれでも回復 OK でしょ。シフまだいけるな。そっか、スイングダウン使おうと思ったらスイッチバック覚えたのか。でも10かで、アルベルト死んだらまずいし、アイシャもちょっと回復役だから先に回復させておこう。最悪ホーク死ぬけど
あ、死んだら、ほら、ミスるよ。暗闇、あれ、バーバラ暗闇になってる。まあまあまあ、かわいそうだけど、死んでもらって大丈夫です。げっ、もともとこいつの回避率が高いのか。また切り返しに入って回復させて、フラットスパルタンの藤娘のプラズマだな。大丈夫、耐えられる。ほらプラズマショットは回避不能でしょう。ほぼほぼだからね。あ、倒した。オッケーオッケー。よし、じゃあ見る。ヒットポイント上がった。よみがえらした甲斐がある。このソーランもサルーインのしもべが仕組んだもののようだ。サルーインの復活が間近に迫っているのかもしれない。聞いてないからね。もう絶対聞けるでしょ。姿はサルーインと戦うつもりのようだな。ミルザはその命を捧げたが、そなたはでフレームタイラントを倒しに行くんで、フレームタイラント倒したらその後ろの冥府に行こうと思います。冥府でですを倒せないけど多分倒して違う倒せないけど戦って死んで主婦編は終了と。それではフレイムタイラント、こいつを倒して奥のちょっと見える冥府の扉に開いてデスを倒しに行きましょう。スカーブさんのタイニーフェーザーが破信防御輪を欲しがってるよ。譲ってくれないかい。破信防御輪は価値の高い防御だ。それ相応のものと引き換えがなければ渡せずな。そんな価値の高いものがあるのか。ある。アイスソードだ。渡さんよ、アイスソードは。見ての通り我がモードは火。アイスソードのような武器があるのは好ましくない。だが、我が手元に置いてしまえば安全だ。アイスソードを持ってこい。あ、これどっち？とりあえず持ってないふりをするか。お前は勇者ならばできるはずだ。彼には近道を作る。あれ、これってさ、ちなみにガラハドからもう一本アイスソードパクれんのか。ちょっと行ってみよう、行ってみようってフレームタイラントこれでアイスソードは渡さんみたいな感じにならなそう。渡してんじゃねえよ。あれ、これじゃああれからもう一個持ってるけど渡さないみたいな選択肢になるのかな。ちょっとセーブしてあるから消そう。いらん火人防御輪など。じゃあもう持ってるけど、おい、そのまま渡すんかい。あれ、これもうアイスソード持ってると戦えないの。マジか。じゃあちょっとタイニーフェザーと話してこの後ね、冥府に行けるかどうかだな。冥府に行けなかったらガラハドぶっ殺して冥府に行こう。よし、それで行こう。また来たのか。まあゆっくりしていく。そんなの植物がありゃ。変なイベントが始まってしまった。これあれなんだよね、植物系以外のモンスターを倒して、まあ、なんていうの、結果的に植物系のモンスターが増えるっていう。こいつこればっかだな。おだてておけばなんとかなりそうみたいな、そんな考えだな。いや、ダメか。じゃあちょっと方針は変えて、依頼は受けてガラハドを殺そう。アイスソードを買ったのはガラハドとかいう聖戦士だよ。いや、俺だからアイスソードを買ったの。
俺が買ったんだよ。私はガラハド。ガラハドがさ、アルツールに出ねえんだけど、もうアイスを持ってるからダメなのかな。成人からはほど遠いな。いや、アイスソード持ってないガラハドなんて何の役にも立たないからな。え、どうしよう。こうなったら最終手段、ちょっとできるか分かんないけど、ジャミルにアイスソードを持たせてジャミルを外す。そしてクローティアを仲間にしてフレイムタイラントと戦う。アイスソードは持ってない扱いになるから戦えるんじゃないかなっていう作戦。グレイがいるけど、こっちにはクロディア弓使いなんで、ちょっと遠距離攻撃のクロディアを入れていく。でジャミルは遠距離攻撃持ってないで、ジャミルを外すっていう、そういう作戦でちょっとやってみます。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。言いにくければ私から言ってあげますよ。お願いします。でジャミル外して、でフレンタイラント倒したらまたジャミルを。装備とかだって持ったままだよね。仲間から外し、いやもういいよ、私が物語もいいよ。でちょっとアイテム見てみよう。ジャミルが装備してたものとか別に剥がされてないと思うんで、そうだよね。でちょっとまあ多分そんな強くないと思うけど、クロディア入れとこう。私はクロディア。私はシフ、バルハル族だよ。一緒に冒険しましょう。人といるのはあまり好きではないの。そんなの関係ない。強引ね。いいわ、行きましょう。まあ弓は藤娘を愛者に使わせるとして、強弓、あでも迷いの森の場所が明らかになった。クジャラという弓でも買ってあげようかな。結構強いんだよねクジャラという弓。うわ、ヒットポイント233とか弱。弓を買うならタルミッタ。クジャラっていうかさ、ギリギリ金が足んねえんだけど19,990円持っててさ、19,999円なんだけど、9円足りん。なんか売ろう。なんか何でもいいや別に。お宝の地図と宝の地図を売ってクジャラという弓を買ってあげる。いくつこれ、攻撃力44じゃん。めちゃ強えな。カエル武器で44の攻撃力って相当だぞ。カリウドの弓とか攻撃力10とかしょぼすぎる。クジャラという弓、これを君に与えよう。で鎧がしょぼいな。持ってるやつでいいや。ブルーエルフ、あれブルーエルフって、あ水に耐性か。耐熱指輪、あ耐熱手袋。清さ下がるけど、まあいいや。ちょっと装備させよう。素早さ下がるのはいいや。キバのお守り一応装備しとくか。サンゴ、魅力、パール、雷に強い。どっちでもいいや。清さ5も下がるんだ。てか腕力高くね腕力41もあるんだけど、すげえな。実は腕力キャラクローディア。あでクジャラと闘士にはしてあげるか。じゃあでこれでしょ、でこれもやるでしょ。でそっから4はちょっと足りんわ。ジュエルは売るとかができないかな。弓だけ3にしてあげるか。また来てるか。これでいけないかな。あれ全く同じ話してんだけど。面倒だから倒しちまおう。これだ。戦力が若干ダウンしてるけど、いやでもジャミル結局攻撃できないからね。それを考えればもともとのメンツでいくしかない。でシフがないんだよ。だからそう、特にないから、一応高級傷薬2つ持たせてあるんで防御しとこう。でアルベルトはまあ使える分だけサイコブラスト使っとくか。でバーバラはもう陣内でいくしかない。これしかないからね、遠距離が。でプラズマの、ね、クローディア何も覚えてねえじゃねえかよここでちょっと頑張って覚えてくれ。フレームタイラントだったらそこそこ覚えてだろう。これいくつ、クローディアか。一回出せよシフで的にはなるからね。
まあまあまあ759悪くはない。バーバラはもう LP を削っていっちゃうから8か。プラズマももう1回打てるな。よし、ちょっともう連携とかはあんまり期待できないな。これ地道にヘルファイアで235か。まあまあまあ全然いいでしょう。基本的にそんなに全体攻撃をしてこないな。いや、シフに水の術でも覚えさせておくべきだったか。バーバラはちょっとだから1回もうお休みっていうか、いや攻撃とかするよりはあれだな、ちゃんとしっかり防御しておこう。クジャラトミ、その力見せてやれ。撃たれ、アイシャか。アイシャ耐えられる？耐えられて500も食らうんだ。許さんぞ。影類、いやこれはいいよ別に。ダメージにならないし麻痺しないし。じゃあシフはアイシャを蘇らせよう。あ、っていうかバーバラが回復できてない。でバーバラがいけるか陣雷。いや全然攻撃ができないな。シフは耐えられる。頼むぞ。よし耐えた。神の雷打ち663、早打ち69とか。いやでもこれクジャラという意味だからこそ69当たってるっていう感じだよな。ムーンライトヒール、どうしようかな。で回復させて陣雷はまだ打てる。で藤娘どうしよう。スリーピートでいくか。ちょっとスリーピートがどれだけ当たるか見てみよう。それによってはバーバラ耐えてくれ。耐えられる。よしよしよし、1、2、ゲッ、300くらいしか当たんねえ。バーバラはもう LP がなくなったら終わるからな。3くらいは取っておきたい。そうするとマジできついな。なんもない。これ遠距離がねなかなかないからね、弓じゃない限り。じゃあ早打ちするくらいだったら自分で癒しの水、癒しの水はプラスになるから BP が。いや、やっぱりフレームラッタイランドめんどくさいな。でそうするとまずタイニーフェザーが一番弱い。タイニーフェザーはマジで弱い。いやこいつもやばい。単体攻撃しかしてこないけど、ちょっとセリフバーニングがある分めんどくさいっていうね。これアイシャ落ちたらちょっと回復客がいなくなるから危険だな。いや一応ねクロディアも持たせてあるのよ。クロディア防御しとくか。ここ死んだら嫌だから。よし、ヘルファイアは全然大丈夫。一旦蘇らせて348か。火災劇みたいなの使ったら死ぬな。そしてバーバラもそろそろ、まあまだ7か。あ、ガードしてるからか。でちょっと陣雷はもう無理だから一回防御して、アイシャ攻撃に転ずるか。そうだよな、アイシャもちょっと攻撃に入らないと無理。来るし防御しても、もういいや、戦力にならないから。フレームウィーク、おお全然大丈夫、いいね。あ、2回打ってくるか。ただ大丈夫だ、回復すればどうということはない。で陣雷撃ちたい。撃とう、プラズマショットは。いや、ウコムのここはマジでいいわ。取っといてよかった。火砕流、いや耐えられん。ちょっと待って、防御アルベルト攻撃に転じよう。で陣雷撃って、でクロディアに攻撃がいかないことを祈って。あ、早 い、 いや、クロディアなんで前線にいるんだ。後ろに下げとけばよかった。よし耐えられる。フレームウィークは耐えられる。最後
ムラスト。でシフマジでやることないな。サイコブラストを打って、あれバーバラまひってる、もしやってことはやっぱあれだな、じゃあ浄化の水でバーバラのまひを解かなければいけない。クロディアもまひっちゃうし、だそれ別にさ、前引ってたらさ、動かないからさ、回復にはなるのかな。回復してるっぽいな。いいねいいね。アイシャちょっと癒しの水で回復させていこう。あれだって一発で死ぬんじゃない、やばい。お、死なない。これでちょっと持ち直して、死ない。そろそろ倒してほしい。まだか。バーバラ5、アルベルトはちょっと自分を回復だな。で陣雷も打つでしょう。で癒しの水でアイシャも自分でマックスにしとこう。ヒットミットはマックスにしておく、じゃないと怖い。結構ギリギリだからな、耐えられるか耐えられないか。ヘルファイヤーはいいや。でそろそろちょっと攻撃をしないときついよな。シフが死にそうだな。壁役にはなるからな。アルベルトを攻撃させて、まあ、火力的にはサイコブラスト高いからね。で陣雷も撃つ。で癒しの水はちょっとシフだな、まあ、壁役としてだいぶ役になってる。よしヘルファイア、まだ耐えられる。で癒しの水で回復して、全開には多分なってないよね。アルベルトもう一回打って、バーバラ3か。いや打つ、これは倒せばどうということはない。誰だ、ちょっと待ってね。シフ死んだい、ここら辺で決めてほしい。いやアルベルト生き残った。さあ食らうか。ということはバーバラもさすがに無理だな。応急手当てでアクションで蘇らせる。で一応ちょっともう壁になるからクロディアも蘇らせとこう。蘇らせるだけ蘇らせる。全体重視打ってこなきゃ。やばいバーバラ生き残ってくれ。405。よし、そこからアクションで自分で回復させよう。ムーンライトヒールで、バーバラは一応ちょっと防御、こっち立て直しだな、マジで。癒しの水でバーバラ、クロディア、あ、高級傷薬があるんじゃん。高級傷薬にしよう。バーバラだともう防御するしかない。でアイシャが攻撃に入る、プラズマでクロディアでバーバラを回復させる。完璧だ、早い。クロディアなぜか早い。よし400はでかい。アイシャは生き残れないか。いや生き残れない。ただクローディアを蘇らせて高級傷薬を使わせたからだいぶ持ち直しはしてるけど、バーバラがもう攻撃に入れないからな。いや最後の最後一発撃つか、エナジーボールとか。じゃあエナジーボールとかいくつ当たるか試してみよう。もう持ってないんだよね、だから防御して耐えてくれ。うわー、なんか変なの使ってきた。前線に食らったな、これはマジで予想外。88とか弱い。ただまあバーバラがちょっと食らったくらいか。あ、クロディアも食らってんな。サイコブラストやらないともう無理だよ。撃つか、撃つしかない。もうマジで LP がない。ほら回復させとこう。でクローディアももういいや、攻撃しよう、どうせ死ぬんだ当たったら。防御してたって信頼。最後の神の雷倒せない。クローディア壁になってくれた。そして最後だと、まだか、1しかない。もうサイコブラストでいくでしょう。人類も命に関わりますとかそれはちょっと勘弁してほしいな。
応急手当で壁を蘇る。クロディア LP なんで17もあんの、すげえいっぱいあんな。でアイシャももう攻撃するしかないからプラズマだな。来た、こちに縮体撃、ジャンプショット、よし倒した。いやさすがに強かったな。直接攻撃できないっていうのがめんどくさい本当に。さてこれでジャミルを戻してデスに挑もう。それで最後だ。カジンボーユリン、一緒に行ってやろうか。仕方ねえな。よし、これでジャミルまた仲間にして、でアイスソードは持ってるね普通に。ではこれは回収させていただく。でクロリアも外してあるんで、強化弓だったらこれ絶対クジャラという意味の方がいいでしょう。でそこからシフにアイスソード、じゃあまたちょっとリガウトへ戻るか。いざ冥府の扉を開かん。サンズの川、そういう感じだったっけ。え、これ船乗ってくの、もう全然覚えてないんだけど。サンズの川を渡った、ちょっと待って、思い残すことはないか。しかも船ボロい。メフ、おお、死んでる人たちがいる。これオールだよね多分。これ誰、あ、アレベルトのあれか、お父さんとお母さんだ。ちょ待って、これどうなってる。敵は出ないね。冥府とかかなりの敵がいた気がするんだけど、ドラゴンとかうろついてたからな。エレベーター、おお、落下そう。あ、動ける、あ、動けるわ。ジャンプ、え、それで行くの、え、マジでこれジャンプなかったらどうすんの。いや、これ本当にさ、用意してなかったらどうなるの。まあ、用意してなかったりさ、そもそも途中でジャンプがなくて、めっちゃジャンプ使ってんだけど。ちょっと待って、これ足りる、これでもずっと怒ってるっていうあれじゃダメなの。え、何回ジャンプすんの。ちょっと残り20回になってまだいけなかったら、あー、いけた、びっくりした。なんか逆側気になるけど、まあいいや、奥へ突き進んでいこう。もうこの先デスでいいのかな。いや入っちゃおう。あー、最下層になってんな。一回セーブするか。さあ、そしてこの扉だな多分。おお、え、なんか行き止まりなんだけど、あ、こっちね。なんでわざわざ曲がり道にしてるの。死者の方から向こうに見えるのか、あれ煉獄かな。普通にまたジャンプしなきゃいけないとか、あれこっちなんだ。なんかあっちはあっちで、こっちはこっちで。ここか。ちなみにジャミル外すときに詩人さんに話したんですけど、
まあ普通にオールドキャッスルでしたね。強い武器とかね、防具とかくれって言うと仲間が命を失ってしまうので、お前を倒しに来た、死の神を倒す。神に挑むと己は身を破滅させるものだぞ。絶対倒せないけどね、普通の状態のサルフィより強いから。ですわ。さて、吹雪とか絶対弱いし、あ、ちょっと試したかったのが、そのシフって全然知力ないじゃないですか。で、吹雪使ったのと、アルベルトで吹雪を使うとどっちが強いのかっていうのをちょっと試したかったんだけど、まあ、スイッチバックでもやっとくか。で、アルベルトどうしよう。一応、火の鳥は撃てないか、まだ。じゃあ、こいつには別に火の鳥効くからな。生命ハンド一回撃って、で、さすがにブラッドスパルタンかな。今どっちだった？ガーラルソードで、藤娘プラズマ、ジャミルは大地の剣で古典、電光石火しかないのか。876生命の刈り取り終わった。すげえ押しすぎる。プラズマハード1500か、600。なんか強い技を今回覚えてないからな。壊滅状態なんだけど、もはや骨砕きでなんとかなんないかな。まあ、一応赤こう、なんか覚えさせたんだよな、そういうの。 LP 消費減らないかなって思って覚えさせたけど、特に減ってなかったな、血の鳥。これさ、2人回復に入ったけどさ、死の一戦550、無理だ。で、愛者は回復役だからスイングダウン、ムーンライトヒールで、まあ愛車でしょ。八つ先、まあ八つ先まあまあだな、コスパがいいな。カース、これ何、なんか呪われたんだ。でアイスソードだね。ゲッ、なんだ、いきなり出てきた。神に愛された者だけが時に奇跡を目にすることであろう。これこそ神の恩寵である。怪人の怪人、ウコンの矛、弱い、538。別にそんな強いわけじゃないな。あ、でもあれか、敵攻撃した？あれ、どうなった今。生命、これがマジで無理なんだ。前線に出すのは一人がいいんだよね。確か前列だけしか当たんないはずだから、生命の借り取りは。開門されたら、あ、そっか、死んでるからだ。開門されたら一発で終わるからな。電光石火が撃てないから高速突き、いや、来たー。うわー、耐えられんわ、マジで。でも耐えた。いや、意外に耐えてんな。立て直せるぞ、まだ。みんなギリギリなんだけど、ギリギリで耐えた。命を削れ。アルベルトでしょ。まず回復薬を生かしておかないとな。回復薬2人が落ちたら完全にもう無理。お、バーバラ耐えた。意外にいけるかも。ちょっと絶対見た。開門耐えられるのがでかいな。強心剣覚えた。ここに来て871か。てかアイスソードマジなんとかしてくれよ。
どうにもならねえ。天狗走りや。バーバラ。強振が2も使うのか、まあ、いや、やるしかない。ジャミルもまあアタッカーの一人だからな。サーセシ覚えた。やはり技は覚えた。なんかどうなのか。やっぱり変更を強振ってやっぱ強い。生命の確定。クワハさんに刈り取られた。ただ呪術使いが後衛にいるからな。だいぶ立て直しが効く。いや打ってこう。もう強振って4しか使わないんだ。あの武器ポイントめっちゃ使うけど、いやここはもうちょっと不死娘でプラズマも入ろう。やはり攻撃をしていかなければ。ライフスティール、え攻略とか。どうして逃げ。なんかからなんか覚えない。もう払い抜けからなんか覚えない。これ LP つけたら終わるな。電光石火、あっ解剖450くらいか食らうの多分。解剖全然違った負けたよ。なんでさっき解剖耐えられたんだ。決まれた魂で生き続けよ。え、この後どうなんの。あ、戻してくれた、ありがとうございます。優しい。帰れんのかな。帰れるは帰れそうだよね。ということで、まあ、死の神デスに挑めましたので、主婦編はこれにて終了とさせていただきます。まあ、あの2人やったんでね、あとはあのリマスター版が出たらがっつりやっていこうと思いますので、リマスター版まだちょっとね、あのありますけれども、発売までちょっとというか結構あるけど、まあ楽しみに、待っていてください。ということで、ロマンシングサガミンステルソング、やっぱめちゃくちゃ面白いですね。めちゃくちゃ面白い。これはリマスター版マジで期待です。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。